こんにちは、ワキシンゴのリーゼントチャンネル。ナイスリーゼント。めちゃくちゃ久しぶりやな。ちゃんとやる気出してよ。いやいや本当に。まあ今日は、はい、ワケ君の試合が決まりました。今日7月20日、木曜日、後楽園ホールで行われる我らが亀田ファウンダーの最高ファイトサバイバル。ちょっとYouTube で最高ファイトをちょっとこれしすぎたおかげか。いやこれした俺。俺はだいぶ生地が薄いとかいろいろ、T シャツの生地が薄いとかいろいろ文句も言いましたけどね。そうそうそう。それでまあその後まあということで、まあ7月20日木曜日、はい、最高ファイトサバイバルボール7、はい、7、ボール7ですね。はい、そちらの方に、ワケ君が出るというちょっと今日はご報告の動画になりますというところですね。はい、でも相手は、今回はちょっと外国人ですね。うん、タイの選手と、はい、まあフェザー級で、8回戦ということで、まあ再起戦、まあ怪我からの復帰戦と、ね、そうですね、まあ、いうところで、うん、まあ決まったということですね。はい、一応やっぱ11月に手術して、でそこから2ヶ月間全く動いちゃダメっていうところからリハビリ始めて、まあ本当にしっかり打てるようになってきたのが多分3月4月ぐらいからだったと思うんですけど、やっぱ体力も何もかも落ちまくってて、そりゃもう大丈夫かなと思ってたね。でまあまあ試合もね7月に決まって、やっぱそれに向けてどんどんやっぱまあ、体を戻していかなきゃなっていうところで、いい感じに、まあ、戻っても来てるし、ね、ちょっと7月しっかりいい動きをして、うん、なんかもう一度分けが期待してもらえるような内容にしたいと思ってます、ね。うんうん、僕はあんまりこういうの言わないけども、今回はやっぱりちょっと倒してほしいなと思います。はい、本当に。まあでもね、対人対人って言うけど相手の情報もないし、ね、ちょっと未知数なところがあるから、本当にそこは油断せずに、うんうん、どんな相手だろうと同じようにしっかり勝てるように、うん、そうだね。昨日渡辺ジムにね、スパーリング行ったら、はい、小口さんが、あ、言ってましたね、最近の体重は強えと怒られるそんなわけお前強えと最近の体重は最近の体重お前舐めてたらやられるぞ大口さんに言われて、もうダメ、まあ、モノマネがしたかっただけの大口さんに絶対見られないんですよそう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 、はい、ね、でも、もちろん舐めてかかるってわけでは当然なくて、うん、やっぱり我が君も年齢的なこともね、それこそあるし、はい、やっぱ一戦一戦、はい、まあ本当に勝負なんで、うん、まあね、我が君よく世界って言うけど、うん、やっぱり一戦一戦やっぱり戦っていく先にね、そうです、やっぱそういう舞台もやっぱ勝ち続ければ、舞台は待ってるということを信じてね、やっていくしかないんで、僕が言うのもなんですけど、我が君本当に練習も一生懸命やってますし、変わらずね、そういうとこだけは本当尊敬できるなと思うんだけど、うん、そう、あとはまあ適当なんだけどねだからそこさえできればそうですね、だからまあ今回の試合終われば多分この前亀田ファウンダーともね、はい、話をして次の舞台もという話も出てるんで、うん、あんまり僕は先のこと考えたくないんだけど、うん、しっかり勝っていけばね、そういうチャンスっていうのもまた作ってくれると思うんで、はい、まあ、まずはこの7月20日そうです、ね、しっかり勝つことに集中して、はい、うん、やっていくしかないね。はい、まあ、フレアも今調子いいんでね、調子いいですね、はい、今年は連勝ですね、5勝3 KO 1敗ということで、まあ、みんな選手言うからね、うん、いや、ワケさんにつなげなきゃつなげなきゃって言うからね、そうそうそう、そういう意味ではね、ワケ君もしっかり勝って、まあだから本当にいい後輩に恵まれたというか、うん、結構そういう後輩が頑張ってる姿見て、うん、やっぱ先輩、まあ、ジムの多さとしてここはやっぱ恥ずかしいところは見せれないなというか、そうだね、そうだね、やっぱ、うん、そうですね、うん、長男としてしっかりいいところ見せていきたいなっていうのはあるんで、まあ、ここでワケ君がズバッと勝つようなことがあれば、もうフレア乗っていくんじゃないですか。そうですね、フレアのためにも、はい、うん、今勝率が 83.3%、 すごいです、
まあすごい下の4回戦の方でね。そう、まあ、上の方では試合数は少ないからね。試合数も少ないし、うん、でもここあと7試合ぐらい決まってるんで、うん、ね、みんなあのモチベーション高く、うん、やってるんで、まあ、脇君もねいいとこ見せてくれたらなと思います。ぜひ応援をね。いや、そうですね、はい、応援よろしくお願いします。脇はまだ終わってないというところを見せれるような試合にできたらいいなと思うのでね、はい、ぜひ応援よろしくと、まあ、もし、まあ、あの会場で応援したいと言ってくださる方がいれば、あの僕の SNS とかでもあの直接メッセージいただけたら対応しますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。え、今日の動画終わりますか。はい、ね、最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今日もナイスリーゼー。